やあ、刹那圭介だよ。今回はね、また新しいフリーゲームの実況をしていきたいと思うね。なんでこのタイミングでメールくれんねん。おかしいやろ。このゲーム、赤髪の怨霊っていうゲームですね。このゲームはね、最近完結した資源の蝶の作者さんが資源の蝶の前に作ったフリーゲームですね。こっちもやっていきたいなと思いまして、資源の蝶が面白いんやけん、赤髪の怨霊も面白そうじゃありませんか。というわけで初めから、これ資源の蝶の時にもあったな、こんなん。このゲームはフィクションです。登場人物団体と実在のものとは一切関係ありません。ゲームにはホラーシーンが含まれています。でもそんなに怖くないかも。ステッカー貼っておきます。なんでステッカー貼るようになったのかな、これ。びっくり、逃げる、謎解き、おう、怨霊の夜のリメイク作品ですらしいです。怨霊の夜も一応プレイできるみたいですけど、俺は怨霊の夜はプレイせずにこっちのリメイク版をプレイしていきたいと思いました。うん、謎解きあるんですね。怨霊、生前の憎しみを死後も持ち続ける強い恨みを持つ霊。島ヶ丘市にある私立中学校、島ヶ丘大中学校。島ヶ丘市、資源の町にもあったで、それ。最近になって妙な怪談話が噂になっている。誰もいないはずの校舎で人影が動き回っていたり、床に長い髪の毛が大量に落ちていたり。あれあ、これゆうりちゃん。ゆうりが主人公なんや、これ。これは知らん。床沢修って読むかな、わからんけど。丸川蓮か、わからん。これは3人の中学生が体験した恐怖体験の物語。今回ゆうりちゃんが主人公なんじゃ。なるほど、こういう感じでやっぱ話つながっとって、つまり赤髪の怨霊っていうのは資源の蝶の何年前かの話ってこと。いや、高3やけん、ゆうりちゃん資源の蝶じゃ。で、中学生ってことは少なくとも3年は前の話ってことなんやな。放課後で生徒が少なくなってきた夕暮れの時の出来事。ゲーム開始時にキャラ紹介を見ますか。メッセージ設定もできます。よし、おいっす。設定をゲーム中でも変更可能です。キャラを前に表示、キャラを後に表示、別にどっちでもいいです。村山優里、おう、島なんとか神社の一人娘。霊感はあるけどまだ修行の身、修行中の身か。育った環境のせいかかなりの変わり者。年齢の割には落ち着いているけど時々とんでもないことをする。普通の子か変な子か、ゲーム中ではこの子を操作してもらうので、今後の展開はあなた次第になります。そうかい。変になるかどうかってのは俺が決めれるんで、ここら辺なんだろう。まだ見れませんやって。オッケー。空川蓮華。あ、蓮華な。蓮華って読む。マジ。結構読みにくいね。空川蓮華。ユーリとは小学校からの友達。成績は優秀。怖い話は苦手。現在学級委員をやっていて、文化祭の出し物を考え中。少し抜けてるところがあるのが欠点。いや、そういうとこ可愛いよ。床沢中、あれあれ、これちょっと上条さん、上条さんみたいな髪型の人出てきたよ。その幻想をぶっ壊してくれるのかい。床沢中、やっぱ床沢って読むんや。中か。ユーリの幼なじみ。成績はあまりいい方ではない。レベル0ですからね。レベル0ですからね。レベル0ですからね。なんとなく3回言ってみた。蓮華のことが好きらしい。が、ついつい意地悪をしてしまい、本人に気持ちが伝わらない。あ、そういうことありますよ。考えるより行動派な性格で、周りの人を驚かせる行動をすることがある。完全に上条さんじゃないか。これ何？おう、始まりますね。はあ、今日中に文化祭の出し物を決めないと帰れないよ。どうしよう。
しょうがないだろ、レンカは学級委員なんだから。学級委員も楽じゃないわ。クラス行事は学級委員が決めたいのだ。決めたい、もう決まってないの、うちのクラスだけだぜ。私も付き合うからさ。ありがとう、持つべきものは友だね。隣のクラスは射的だったよね。うちは何をやろうか。中学校生活最後の文化祭なんだから盛り上がるのをやろうぜ。あ、中3なんじゃ。つまり言うたら3年ぐらい、3年前の話ってことかな。資源の長からね。みんなが喜びそうなものってなんだろう。お化け屋敷なんてどうだ。変な怪談話も流行ってるな。怪談話か。そういえばオカルト犬の人が新聞出してて怪談話で盛り上がってたね。誰もいない夜の学校で女の子の霊が出るとか、なんかそんな話を聞いたよ。新聞は見てないけど面白そうな話だよな。怖いし面白くないよ。怖いか。怖がるのなんてレンカだけだろ。だいたいあんな話を本気にしてるやつなんていないぜ。私だけじゃないよ、ユーリも怖がってるよねえ。残念でした、怖くない。神社に住んでるから階段話ぐらいじゃ驚かないよね。やっぱりレンカだけだったな。階段話の出てる時期にお化け屋敷をやれば絶対人気出るぜ。お客さんは集まりそうだよね。やめて。今何か言った。ん、何も言ってないぜ。っていうか何も聞かれなかったぞ。私でもないよ、ちょっと怖いこと言わないでよ。気のせいだったのかな。で、文化祭の出し物はどうするんだ。そろそろ決めようぜ。他に思いつかないし、お化け屋敷でもいいよ。みんなの喜ぶと思う。それじゃあ決まったことだし帰りますか。3人で決めてよかったんだろうか。他の生徒は？クラス3人ってわけじゃないだろう。今日も暑いね、何か飲みたいな。しょうがねえな、たまにはおごってやるか。やったー、今日は優しいね。今日はじゃなくて今日もだろ。俺はいつだって優しいぜ。よし、レンカ、好きなの選んでいいぞ。売り切ればっかりだ。そんなに売り切れてんのか。補充そんなにせんのかな。夏場はよく売れるからしょうがないな。あ、そうか、夏か。よう考えたらそうだ。私は、このすっきりメロン牛乳がいいな。そんなんあるの。ほらよ、最後の一つだったみたいだ。運が良かったな。ありがとう。ハート。リュウリは何がいい？それじゃあ私は決定機を押してね。あはははは。これ資源の頂点を見たんですけど、てかよう見たら右側に、右上に有限会社マズジュー出てる。あそこの会社か。ここにも出てきやがったがクソ。マズジュー言おったやつや。どうでこんな変なもんばっかあると思ったわ。どうせ売れ残ったもんは変なやつなんだろ。マズチャー特別ブレンド、トロピカルミックス、スポーツベリー、とろける卵スープ、マズジュー、マズチャー、マズジューって飲んでしまうよ。わざわざまずそうなもの買うなよ。自分で選んだんだから残さず飲めよ。ありがとう。じゃあ俺はこれと。どうなるんだろうこれ。あー、これ美味しい。メロン牛乳なんて余計に喉乾きそうだけどな。私の選んだやつ結構美味しいんだけど。名前で損してる飲み物ね。へえ、今度買ってみるよ。俺は選んで損したわ、クソ。まずーって展開を聞いたりしとったのに、ちくしょう。さて、みんな飲み終わったな。そろそろ帰ろうか。ちょっと帰る前にトイレ行ってくるね。ねえ、ユーリ、一緒に行かない？なんだよ、一人でトイレも行けないのか。子供か、ガキか、ベイビーか。ベイビーは逆にトイレ行かんよな。行けるわよ。ただ、放課後のトイレってなんか怖いし。ユーリの持ってるお守り貸してよ。あれ持ってると安心できるの。え、そんなんで。いいよ。トイレ行くにお守りなんかいるか。お守りを渡した。
お守りって貸し借りしていいのか。うちでなんて読むこれ、なんてる神様は大丈夫だよ、怒らないし、ご利益も、ご利益もあるわ。ご利益でいいん、ご利益なんこれ。ありがとう、行ってくるね。行ってらっしゃい、気をつけろよ、転ぶなよ。文化祭が楽しみだな。そうだね。10分後。え、廉価遅くないか。ちょっと遅いよね。ちょっと見てきてくれないか。俺が女子トイレに入るのはまずいからな。セーブしますか、もっち。わかった、行ってきまーす。と言うと思ったが、いろいろ調べてみますよ。空き缶ばっかり。今回ダッシュできんのかな。こっちは中庭だから、外に出ちゃうよ。出てみたかったんですけどね。非常ベル。消火器が設置してある。これを使うことなく卒業できればいいな。確かにそうですね。なんかこういうところ、細かいところでこういう設定があるけん、このゲーム。てか、資源の蝶の作者さん好きやね。トイレでこっちでいいんかな。あった男子トイレ、男子トイレにはいないと思う。当たり前です。分かってますからね、そういうのは。さすがに分かってますからね。廉価、大丈夫？ん？反応なし。ただの屍のようかもしれないね。個室も調べてみた方が良さそうね。一つ目。いませんね。なんこれ。異常なし。なんだこれ。異常なしはいいけど、なんなんこれ。何が異常ないんかよくわからんよね。異常なし。異常なし。じゃあここか。あれ？いない。え？廉価？廉価ちゃん？廉価ちゃん？どうしよう。どこにもいない。とりあえず周囲に伝えなきゃ。まさか2階のトイレ使った。ここ2階？ここ2階か。ってことは1階か3階か使ったが。わざわざ。なんで違う階の。廉価がトイレにいなかっただと？こっちにも来なかったから入れ違いにはなってないはずだ。この辺を二人で探してみようよ。そうだな。え、何？ああ、なんだ、暗になっただけか。ちょっと、飛ばしたんやね。あたりを探したけど、手がかりは見つからなかった。日が沈み、校舎が夜の闇に包まれた。暗くなっちゃったね。これだけ探しても見つからないなんて、結構探したんよ。俺のせいだな。一人で行くことをからかわなければ。こんなことになるなんて知らなかったんだからしょうがないよ。自分を責めちゃダメ。すまん、弱気になってたよ。どこに行っちまったんだよ。人が突然消えるなんてありえないよな。魔術ですか？神城さんの出番ですか？電気もつかないし、今日はなんだか変だぞ。先生がいるかもしれないから行ってみようよ。お？その先生でもしかしてお姉さん先生？あら？くそ、誰もいねえのか。警備の人もいなさそうだね。どうしよう。廉価を見つけるまで帰れないし、俺らだけで手がかり探そうぜ。この中に入りたいけど鍵がないな。いや、待てよ。教職員ロッカーの中に入っているかもしれないな。朝一番に来た先行が鍵を開けてるから置いてあると思うんだ。そこの掲示板に学校の地図が貼ってあるから持って行ってもいいかもな。さすがに自分の学校なんだから地図がなくても大丈夫だよ。あ、でもあっても困らないと思うぜ。いや、俺知らんからね。プレイヤーの俺は知らんからね。教職員のロッカーは2階の東連だから、ここから右ね。そうっすか。これより自由行動になります。キャンセルキーでメニューが開けるようになります。セーブしますか？はーい。え、今なんか変なのあったけど。セーブのやつ変な感じだったけど。あれ？これ自分で自由にセーブできんのじゃ。なんか変な映画がついとったけど、なんだったのあれ。メニューを閉じる。鍵。あ、鍵とかめっちゃあるやん、鍵。完全な探索ゲーらしいな。オッケー。ゲーム説明文。
学校の地図、その他アドバイスがある。何を見る？説明。セーブは顔のついたノート出ていきます。教室とかトイレとか置いてあるから探してね。でもあなたに危険が迫っているときはノートが扱えないので注意してください。何かから逃げているときはメニューが開けれなくなりますので逃げるのに専念してください。ああ、これセーブポイントのパターンのやつやね。地図の確認、持ってけ。アドバイス、ここは学校なので宝箱なんて置いてないです。まあそうでしょうね。そりゃそうでしょうね。ゴミ箱やロッカー調べたりしてアイテムを探してください。アイテムの中には使い道のないゴミのようなアイテムを手に入りますこのアイテムゴミのようだってやつですかね。うん。なので使えるもの使えないものを見極めながら探索してください。学校にはお化けが出ますぶっちゃけだよ、もうお化けが出ますって言っちゃったよ。もう楽しみにしてたのに。もし出会ってしまったら逃げてください。部屋を出ても追いかけてきます。トイレなどの密室に逃げ込むのは危険なので、なるべく広い場所を逃げ回ってね。青鬼みたいなもんかな。もし捕まってしまったらホラーの決まりの展開になります。どういうこと？ゲーム内には様々な選択肢があります。意味のないような選択肢ですが、見えないポイントがあり常に変動します。ゲームクリア後に発表されるので、ネタに走るか真面目に行くか全てはプレイヤー次第になります。ネタに走るぜ、俺は実況者だ。さて、あ、セーブポイントないんだ。まあいいか、さっきセーブしたけんここで終わろうか。はい、というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け